今はまだまだこんな時代だけど、やっぱり心のどこかで旅したがってる。なんか跳ねた。気軽に遠くへ旅できないなら、近くの街で、気持ち一つで旅の時間にすればいい。そんなわけで、私は今横浜に来ています。高知生まれの私にとって横浜は昔からの憧れの街。海外旅行のような気分を味わえたり、アミューズメントな体験もできたり、中でも大好きなのはみなとみらい。散歩やデートにぴったりのスポットがいっぱいだし、どこを向いてもフォトジェニックな光景ばかり。どんな季節に来ても楽しめる街です。今回私尾崎一華が旅するのは、東京の都心から電車でおよそ30分、横浜みなとみらいの中央エリア。横浜生まれの意外なものを見つけたり、おいしい、急になんか近未来ゾーンみたいになった。おお、話題の乗り物で空中散歩してみたり。ファイヤー、すごい。横浜ならではのグルメやショッピングも満喫。そうそう、人生初の利き酒にも挑戦しました。うーわー、悩むぜ。緑にこの白いスカートがすごい映える。ささやかだけどお腹いっぱいの旅気分、皆さんにもお裾分けしちゃいます。ネクストトリップ横浜みなとみらい中央編。よかった、いいお天気ですごい。雲が一つもないですよ、だってほら綺麗。すごい日差しが強い。初めて降りた桜木町。シャル？シャルがある。レンガだからすぐなんか分かりやすい、見つけた。なんか向こうにもシャルがあるけど。あ、本当だ。あ、うん？向こうの方が新しいシャルなのかな。あ。ということで、まずは桜木町駅のそばで見つけたシャルの別館に行ってみます。すごい。え、これ本物じゃないよな。大きいな。あ、こういうのが昔走ってましたよってことか。入りたい。中で直接見たいですよね。ちょっと中を覗いてみますか。でっかい。あ、大きい。わあ、いいな。え、すごい、タイムスリップしてこれに乗りたい私。なんて呼ぶんだろう、110系蒸気機関車。使用されたのは明治ですって。うわあ、だいぶ前だ。お母さんたちも生まれてないですもん。実は桜木町は昔の横浜駅。150年ほど前に新橋とつながった日本の鉄道発祥地です。2020年6月にオープンしたシャル桜木町アネックスでは、日本最初の鉄道駅にちなんで当時走っていた本物の蒸気機関車を展示。なんと客車も再現されています。今回は特別に。え、やった。入りたい。入っていいんですって。ということで、特別に客車の中に入らせてもらいました。え、いいな。なんかワクワクする。旅したいもん今。わ、大きい。
これ何人ぐらい乗れるんだろう。中は木のぬくもりがいっぱいのレトロな雰囲気。すごい、そしなんかゴージャスですね今の電車に比べて。なんかいやそう、二十歳になったらなんかお酒も飲めるようになるし、みんなでね、旅行とか行きたいねって言ってたんですけど、二十歳になる直前でこういうねご時世になってしまったがためになくて、なんかまた東京とは違う別のなんか楽しさを味わいたいなと思います。すごいなんか鳴り始めたすごい。突然外が騒がしくなったと思ったら本当に動いてるみたい。おこんな音と光の演出も定期的に行ってるんですって。おーおーおー。他にも開通当時の貴重な資料やエピソード、昔の横浜駅を再現したジオラマなども展示されていて、文明開化の時代にすっかりハマっちゃいました。明治時代タイムスリップしたいな。お腹すいたすごい汽笛って書いて汽笛？汽笛？電車の汽笛。そういうことですよね。 SL のすぐ横にあるレストラン、その名もフードホール汽笛へ。フードコートみたいになってます、うんうん、お好きなところにお座りいただいて。はい、はい、分かりました。すごい広い、1個じゃないんですねお店が。わあ、悩む、お腹が空くどれ何食べよう。うわ、メニューが来た。じゃあメニューになります。はい、一応当店全部のお店のメニューが載ってますので。はい、横浜発祥のナポリタンっていうのがおすすめでありまして、うん、そうなんです、はい、知らなかった。それにちなんで初めて、はい、じゃあおすすめはナポリタン。はい、じゃあナポリタンで。はい、はい、ありがとうございます。ナポリタンにします。ここは5つのお店が集まったフードホール。横浜ならではのメニューを寝台列車をイメージしたというレトロでゴージャスな空間で楽しめるんです。出します。じゃあナポリタンでございます。きたー、あ、いい匂い。はい、いただいてみます。やったー、美味しそう。こちらが一押しの浜ナポリタン。横浜生まれのメニューとは知らなかった。美味しい。甘めだけどしっかり濃くて美味しい。トマトの風味とかが美味しい。ピーマンのなんか苦味が合う初めてちょっとピーマンを好きになった。甘酸っぱいナポリタン、おかわりしちゃおうかな。一番美味しかったかもしれないです。さすが横浜発祥地ですね。美味しい、涼しい。駅の反対側に出ちゃいました。なんかこれはこれでまた違う街並み。あ、すごい、めっちゃ高いビルが増えた。横浜ランドマークタワー、大迫力です。え、ゴンドラですか。ゴンドラだね。え、なんであれは最近できたっぽい。どことどこがつながってるんだろう。旅行してる気分です。すごい、急になんか近未来ゾーンみたいになった。ちっちゃな橋がある。ちっちゃなレールがない。これレール。あ、ほんとだ。ん？なんだこれ、また汽車かな。汽車。この遊歩道は汽車道といって、明治時代に港と駅をつないだ鉄道の廃線跡。線路はもちろん、鉄橋も明治時代に作られたものだそうです。
せっかくなので食後の運動にお散歩です。今さっきから地味にこの上ずっと通ってるんですね。あったかいな今日も。なんかいいですね、都会なのにちょっと落ち着くというか、ガヤガヤしすぎてない感じ。おしゃれ。なんかうわ、なんか走ってきた。なんであれ、なんかすごい船じゃないみたい、なんか船とバスみたいな。あ、もしかしたらあれなのかな、バスにもなるし船にもなる。あ、やっぱりそうなんだ。なんかめっちゃ手振ってくれる。ちょっと気持ちディズニーみたいな夢の国みたいな。いいですね、みんな優しくて。そろそろ終点なのかな。終点っぽくなってきたけどどうなんだろう。汽車道の先にさっきから気になっていたゴンドラの駅を発見。着いた、やった。え、乗りたい乗りたい。思わず走っちゃいました私。桜木町駅と新港エリアを結ぶ横浜エアキャビン、2021年4月に誕生したばかりの話題のロープウェイです。はい、ありがとうございます。この口2階でございますので、はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。やったー、1000円でした。片道ちょっとリッチですね。搭乗口が2階なんです。エアコンもついた最新型のゴンドラで出発です。え、これ普段8人乗りね、なんでしたっけ。うん、みたい。おー、すごい。あ、なんか浮いてるってわかる。すごい浮いてる浮いてる、楽しい。これでも結構なんて言うんだろう、下が見えるガラス針みたいな感じだから高所恐怖症の人結構怖そう。私は大好きだけど、なんか優雅だな。あ、あの橋だ。なんかすごい、みなとみらいってこんなに観光地なんですね。こういうのがあったり、遊園地があったり、歴史的なものがあったり。駅までおよそ5分、ちょっと贅沢な空中散歩。あー、もう終わっちゃう。わー、着いた。早い。今回私尾崎一華が旅するのは横浜みなとみらい。買い物に行きましょう。向かったのは桜木町駅前広場のすぐ横にあるコレットマーレ。おしゃれ、なんか家の壁に飾りたいですよね。気になるお店を見つけました。パズルがある。これ私できるかな。え、これ最初からやりたかったな。12個。いいな、入浴剤。おしゃれ、すごい。しかもいちご畑。かわいい。私こういうのなんかすごい貧乏症が出るのか、1回で使い切りたくないって思っちゃうんですよね。なんか2回に分けちゃったりする。いつの間にか本の売り場へ。ここで買った本を向こうでお茶とかしながら読めるってことだ。なんか通いたくなるな。最近本読むのすごいハマってて、いろいろ読むんですよね。実はここ雑貨店と書店とカフェが一つになったお店。カフェを利用すれば買う前の本を3冊まで持ち込んで試し読みができるという本好きの私には嬉しいサービス。
センスのいい雑貨もいっぱいあって、ついつい時間を忘れそう。ということで、私もしばしお買い物。かわいい、かわいい、え、かわいい、ほら、マグロの箸置きみたいな、すごいかわいい。なんだろうな、すごい人の心理をうまく書いた本が好き。綾瀬まるさんっていうのかな、不在、この愛したいし愛されたい、でもその先はみたいな、こういうなんか考えさせられる本がすごい好きです。ソファーも置いてあったりして、なんだか図書館にいるみたい。気になるものも買っちゃいました。こんな感じ、なんかその日の天気、晴れだとか雨だとか、これがなんか積もってるとなんだ暑いし、何もないと寒いしみたいな、雨だともっと点々になるし、すごい晴天だと何もなくなるんですって。すごい不思議ですよね。これもインテリアとしてもすごい可愛いなと思って購入しました。なんか怖い、落として割りそうで怖いけど気をつけます。こちらは7階の新たなレストラン街、桜木横丁。野毛の老舗や中華街の名店が集まった横浜ならではのグルメスポットです。お昼時はいつも大にぎわい。みなとみらいは美味しいものがいっぱいの街なんですね。なんかマリモみたいな可愛いのがある。すごい、めっちゃお酒の匂いするんですけど、何のお酒のお店かな。お酒が好きなのでちょっと知ってみたい、勉強ということで。すごい、一つ一つの瓶に商品の特徴みたいなのが書いてある。辛いとか飲みやすいとか。いらっしゃいませ。こんにちは。今日何かお探しですか。何だろう、全然お酒まだ二十歳になったばかりで分かんなくて。そうなんです、はい、だからなんかおすすめとか、なんか飲み方とかあるんですか。あ、です、ね、まあ、店内ちょっと奥の方にカウンターもご用意しているので。カウンター、気軽に一杯からまず楽しんでいただいて、気に入ったやつを買っていただけるようにさせていただいてます。なるほど、すごいですね。じゃあこれ飲んでみたいんですけどって言って飲んでみて、美味しかったら買うとかもできるってことですね。そうですね。ここは全国からよりすぐりのお酒を集めたセレクトショップ。スーパーやコンビニではなかなか手に入らない小さな蔵元の希少な日本酒を取り揃えているそうです。一つちょっと面白いかなと思うのが、これはまあ AI を使って日本酒のこうお客様のこうお好みを診断しますよっていう、このお店独自のテイスティングのサービスをご用意してまして、やってみたい、楽しいと思います。ということで、酒どころ高知出身の私、人生初の利き酒に挑戦です。失礼します。食べます。おー、あ、すごい、もう、はい、ふんって日本酒の香りがするもん。そうですね、結構タイプの違う10種類ご用意させていただいてるので、結構いろいろ点数はバラバラにもなるかなとは思いますね。あ、うわ、悩む。あれ、全然、なんでこんなに香りが変わるんだろう。すごい、5つ5点満点で何点みたいな、ハートの3個2個ってやってます。最終的に AI が私の味覚タイプを判定してくれるみたいです。さあ、気になる結果は、あなたの闇タイプはビュンビュンタイプ。ビュンビュンタイプで今日のおすすめを1杯ご用意させていただくので、なるほど、ね、はい、ではご準備いたしますので、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、私自分の地元のお酒、あのハート2にしてるわあ、でも種屋が出てくるんだね。そうだね、自分が選んだお酒は。あ、でもこれは4にしてる。
まあ、こちらの新潟の妙高酒造様というところの瑞穂の輝きというお酒でして、瓶分タイプは比較的こう、まあ、本当に全体としてすっきりとした飲みやすいタイプのお酒が一つ当てはまってはくるので、まあ、ちょっとお釣りさせていただきますね、はい。AI さんは本当に私の好みを分かってくれたんでしょうか。試してみます。あ、本当だ、当たってる。え、すごい飲みやすい。なんかくってない、あんまり。本当だ。ちなみに私が生まれ育った高知県はお酒に使う金額が日本でもトップクラス。おばあちゃんがお酒に強いので私は覚醒遺伝なのかな。特別準備酒。横浜みなとみらいは今もまだまだ変わり続けています。中でも新高島駅周辺は再開発の真っ最中。横浜駅からも歩ける便利さもあって大企業も次々と進出しています。ハイクラスなホテルも充実。国内外から多くの人々がやってくるみなとみらいは観光とビジネスという2つの顔を持った街なんですね。横浜ってすごい商業施設が多いですよね。お買い物がいっぱいできる横浜は。もう一回買い物します？うん。せっかくだから。ここ行こう。マークイズかな？マークイズ。行きます。ふらりと立ち寄ったのはマークイズみなとみらい。中はおよそ180ものお店が集まる巨大な空間です。いい香りがする。タイプです。入っても良きですか。このお店は全て日本の木材を使った家具屋さん。学習机からダイニングテーブル、ソファーやベッドまで木のぬくもりを感じる家具がたくさん置いてあります。めちゃくちゃいい香りがするんですけど。ありがとうございます。香りがするのは、うん、あの塗装に秘密がありまして、うんうん、あのオイル塗装といって、はい、一般的にはラッカー塗装とかウレタン塗装とか、はい、表面をこうラップのように加工する塗装になるんですが、うん、あのオイル塗装っていうのは内側に染み込んで固まる塗装なので木そのままの呼吸を妨げないので木の香りがふわっと。なるほど、はい、だからこの触り心地とかも、うんうん、なんか加工された感じがない。そうですよね。気持ちいい、すごい、うん、柔らかいですね。はい、あとはこれ同じヒノキになるんですが、1年後と10年後ですごい自然の経年変化でこれだけ変わっていくんです。そうなんだ。え、こんなに10年経っただけで色が変わるんです ね。びっくりしますよね。すごい、別の木かと思いましたもん。うんうん、なんかこんな木に囲まれた部屋で生活したい。あ、いいな、確かに。上に塗装してない分、傷ついてもお手入れができて、また修理して、で傷とかも、うんうん、あの味わいに後々はなっていくので。自然を最大限生かした。そうですね。それこそヒノキの香りがした。うん、いい匂いがします。毎回寝るときすごい落ち着きそうですね。そうですね。小物も素敵ですよね。このペン立ても一生使えそう。テラス席に来ました。テラスに。マークイズの屋上もちょっぴり探検。あ、ちょっと肌寒くなってきましたね、日が暮れてくると。あ、身を取らないでねって書いてる。何がなってるんだ。あ、えすごい、ジャスミンかな。めちゃくちゃいい匂いがする。なんだろう、レモン。あ、みかんがなってる。
ラベンダーもあるじゃん。いい匂い。あ、すごい。こんないい匂いするんだ。ここは屋上菜園みんなの庭。たくさんの人に自然とのつながりを体感してもらいたいというコンセプトで作られた菜園だとか。季節ごとに果物や野菜、ハーブなどいろんな植物を栽培しているそうですよ。うん、すごい、めちゃくちゃいい香りがする。セミノールオレンジって書いてますね。え、どんな味がするんだろう。普通のオレンジとなんか違うのかな。すごいですね。なんか都会にまたさらにこんなとこがあるなんて。柚子もあるし、今はなってないみたいだけど。あ、金柑、金柑もあるし、獅子柚子、花柚子、すごい。なんかこんな同じ場所に違う種類のいろんなものが育つんだな。まさに都会のオアシスって感じ。あ、すごい。うわ、めっちゃ景色いい。しかも見てください、あれ、なんかめっちゃ光ってる。めっちゃ光ってるんですよ。あれ何屋さんなんだろう。テラス席だからご飯かな。行く？行きたい。謎解きゲームみたいな。あの光の正体は。行きましょう。ということで謎の明かりの正体を確かめに行きます。する店見つけた。なんかハワイっぽいですよね。なんだろう、何屋さんですか。こちらは南カリフォルニア料理の専門店。あ、全然ハワイじゃなかったし、はい、一番人気はこちらのファヒータス。ファヒータス、わあ、全部美味しそうですね。ありがとうございます。じゃあせっかくだしテラスで食べましょう。お腹空いた。テラスお客様お願いします。綺麗すごい、なんか綺麗ですね。ここラーサルサは南カリフォルニアのリゾートをテーマにしたカジュアルレストラン。中でも自慢はメキシカン料理だとか。ということでスタッフおすすめのメニューをお願いしました。お待たせしました。はい、マルガリータクラッシュアイスの、はい、マンゴーですね。マンゴー、マルガリータ、メキシカンサラダです、はいはい、おお、大きい。メキシカンミート、サワークリーム、はい、トマト、チーズ、うん、上にあるのは、ワカモーレ、アボカドペースト。へぇー、はい、面白い。へぇー、何言ってるの。うわ、パリパリにした。え、美味しそう。わー、いいな。ありがとうございます。うん、うまっ。全然辛くないんですけど、ピリってちょっと刺激がある。あ、なんか落としてきた、うん、はい、お待たせいたしました。こちらトリオのファヒータスです、うんうん、今からフランベさせていただきます。フランベ、カメラの準備はよろしいですか。はい、撮ります。待ってください。ありがとうございます。うわー、ファイヤー、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。皆様ナイスファイヤーですね。ファイヤー鉄板熱いのでお気をつけください。はい、いただきます。で、こちらトルティーヤに包んでお召し上がりください。はい、トルティーヤおかわり自由です。あ、はい、わかりました、はい、やった、ありがとうございます。いただきます。肉が来たぞ。美味しそうですね。なんかいいのかな、ナンっぽい厚みがある。結構、トルティーヤも初めて食べるかもしれない。これ辛いんですって、うん、挟んで、こんな風に食べるんだ。いただきます。うん、確かに
これに挟んで食べたら辛がなくなるかも。マルガリータです。マルガリータってことはなんだ、テキーラ、テキーラ系のカクテル。うん、うまっ。うわー、おいしいわ。お酒って横浜の夜景を見ながらなんて贅沢なディナー。今日はよく歩いたし、よく飲んだな。でも充実した一日でした。次の日、朝からホテルの近くを散歩してたら、あっという間に時間が経っちゃいました。すっかりお腹も空いたので、ここでブランチでもしますか。きっと美味しいものもいっぱいあるはず。探しに行きましょう。着いた。広い。おー、すごい綺麗景色。飯だ飯。大きいな、ここ。すごい開けてるし、海外っぽい。ちょっと日本だけども広いですよね。上も高いし、ここも広いし。ここクイーンズスクエア横浜は商業施設やホテルなどが全部揃ってて、一つの街みたい。あ、かわいい。なんかシャボン玉みたいな絵がありますよ。かわいい。ほら、素敵だな。ここでいろんなイベントも行われるそうですよ。どこ行こうかな。高梨ミルクレストラン。え、5種のフレッシュチーズですって。フレッシュチーズ、へえ、美味しそう。え、チーズめっちゃ好きなんですよね、私。決まりじゃないですか。もうチーズの口ですもん、私は。いいのかな。はい、大丈夫です。高梨ミルクレストランは地元横浜の高梨乳業が製造している、乳製品を使ったメニューを提供する直営レストラン。ミルク本来の美味しさを発信しているそうです。失礼いたします。どうも。こちらはですね、チーズの5種類の盛り合わせとバケットとトッピングでございます。本日のチーズはこちらの5種類のチーズが盛り合わせになっております。プレート通りの順番でお皿の方にも盛り付けになってございます。わかりました。5種類のチーズ盛り合わせはなんとおかわり自由。さすがは直営店ですね。失礼いたします。お料理でございます。こちらはカニクリームポークグラタンです。私が注文したのはカニクリームコロッケとヤングコーンのトマトクリームグラタン。ランチセットでフレッシュチーズとバケット、デザート、ドリンクもついてきます。ちょっとマスカルポーネからいきます。わー、え、美味しそうだな。まずはじゃあチーズだけでいただきます。うん、うん、めちゃくちゃクリーミー。うん、ふん、フロマージュブラン、これを食べてみよう。うん、このチーズはちょっと酸味、ヨーグルトっぽい。これはカニクリームコロッケのトマトグラタンだったかな。中から出てきた、とろーり。あ、チーズが伸びてる。美味しそう。これパンと一緒に食べたら美味しいんだろうな。うわー、なんか贅沢な気分で。めちゃくちゃ美味しい。こちらは高梨の低温殺菌牛乳を使ったミルクプリンです。うわー、なんか美味しそう。うん、
しっかり卵が味します。すごいなんかいやらしい甘さじゃないというか、なんかさっぱりとしてるから素材の甘さみたいな感じで美味しいです。屋内なのにテラスの開放感も味わえて最高のブランチになりました。うん、かわいい広い、あ、本当だ、照明とかもある。洋服、わあ、洋服欲しいな。かわいいバナナいいな。色味とかも淡くて綺麗。待って、え、すごいこのデザイン。お相撲さんがソフトになってるちょっと気になるお店を見つけちゃいました。実はここ自分でデザインした T シャツをその場でプリントしてくれるんですって。 T シャツ以外にもパーカーだったりとか、はい、いろんな商品が、はい、ございます。帽子すごいですとかジャケット、トレーナー、まあ、ここにあるような商品すべてプリントができる商品になってます。すごい、今日書いていただいたものをまあプリントして、はい、そのままお持ち帰りいただくことも可能です。なんか緊張しますね。ちょっと自分の書くデザインがなんかいけてなかったら恥ずかしいということで、世界に一つだけのオリジナル T シャツ作りにチャレンジします。できました。めちゃくちゃ時間かけてちょっと悩んだんですけど、できました。こんな感じです。番組の名前と私と私が飼ってるカンパチです。かわいい。コメチワの犬なんですけど、カンパチくんです。かわいい。デザインを PC に取り込んでバランスを調整。もうちょっと大きくしてみて。もうちょっと大きくしてみましょうか。はい。これぐらいにしとこうかな。大きさやレイアウトなどを相談しながら自分好みに仕上げていきます。はい、これで、はい、かわいい。やっぱ楽しみだな。じゃじゃーん楽しみです、すごい。 T シャツのプリントを待つ間にもう少し散策。なんだろう、え、本物？本物か。鉢？鉢植え？こちらは一鉢というお店。その名の通り、植物と植木鉢を自由に組み合わせて自分だけの一鉢を作れるそうです。ちょっとドキッとする、タランチュラっぽいかわいい。え、かわいい。これカブトムシ飼いたくなる。なんかわかんないけど、ガジュマルが今すごい可愛くて、特にこのこいつ、この葉っぱがクシュクシュってなってる、すごい可愛い。私なんでかわかんないけど、すごい幸せになれそうな気がしてならないんですけど、ガジュマル。え、ちょっとこれガジュマルで、はい、お願いします。例えば、あははは、似合いそう。これだと少し盆栽な雰囲気に。すごい落ち着いた鉢ですね。なりますね。ラベンダー色のものに入れても、ああ、またちょっと渋いですね。可愛い。そうですね。器でかなり見え方とか表情が変わってきますので、いや、決まりましたね。最初にお兄さんが出してくれたやつにしようかな。これ。なんだろう、この何とも言えない素朴な感じというか、ちょっとポンコツそうな感じが、かわいい言い方が悪いのかもしれないけど、かわいい。すごい、これ今めっちゃ一目惚れと一目惚れのコラボ。植え付けはスタッフさんにお任せです。かわいい。私の初植物ですよ。なんかもうすでに自分の子みたいな気持ちですよ。お待たせしました。はー、やったー。植え付けて整いましたね。かわいい、はい、私だけの一鉢完成。
そしてさっきの T シャツも、はい、お待たせいたしました。こちらの T シャツになります。どうぞ広げてご覧ください。はい、ありがとうございます。じゃ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 ん、ちょっとじゃーん、完成がこれです。いいじゃないですか、かわいい。出来たてを早速試着じゃーん、こんな感じです。これも世界に1枚しかないですから、本当に私だけのものですじゃん、番組の名前とペロペロキャンディ舐めてる私と大好きなかんちゃんです。ポイントはこれです。ちょっとわかるかな、服がオレンジと黄色で二重になっておしゃれ感出してるまだ私たちが一緒にこう乗ってる T シャツないから、もっともっと作りたいですなんか遠くで見たらすごいゆっくりに見えますね。あ、すごい日本丸だ。日本丸は私でも聞いたことがあります。なんかあります、船に詳しいわけじゃないけど日本丸は聞いたことがあります。すごい不思議ですよね、あんな大きい物体が海に浮いてるんですよ。不思議じゃないですか、すごく。どうやって設計するんだろう、ああいうの。うわー、間近で見ると、あー大きい。なんか今は動いてないなんてちょっと寂しい気がしますね。船長さんってすごいですね、これ動かすの。何人ぐらい乗れるんでしょう、これに。日本丸は昭和5年に建造された国産の帆船で、船員を養成するための練習船として50年以上も活躍していたそうです。現在は国の重要文化財として一般公開されています。うわー、あ、船に乗ったりできるんだ。昨日走ってた船か、気持ちいい。うわー、芝生だ、ピクニックしたくなる。あ、日本丸の先だけ見える。よいしょ、船に乗る大切な人見送ったりしてみたい気をつけてやってみたいな行く側じゃなくて見送る側、気をつけてってなんだかはるばる遠くに来たような感じ。なんだろう、すごい大きい。なんか近づいたら余計大きいですね。なんか深くて怖いですね、若干。昔の船を作った。なるほど。あ、そうだね。あ、だから船の形してるんだ。ここは横浜ランドマークタワーの敷地内にあるドックヤードガーデン。明治時代に作られた造船施設だそうです。日本最古の石造りドックで、国の重要文化財にも指定されてるんですって。うわー、風がすごい強いですね。っていうか船ってこんな大きいんですね。大きいものは、うわーすごい、風が強すぎてあのあれみたいなタイタニックで、タイタニック、それそれできるぐらい風強いもんなんかある、未来横丁ですって。なんか飲み屋みたいな名前ですね。あ、ここ入れますよ、みんな行こう。まさに横丁ムード。
お腹も空いたし、喉も渇いたし。お？なんか面白い名前を見つけましたよ。世界のビール博物館ですって。なんだ？あ、はい。すごい。入りましょう。すごい。博物館だ。あ、全部違うのかな、もしかして。違いますよね、多分。怖い、楽しそう。いろんなビールがある。ここでちょっと早めのディナーにします。世界のビール博物館は各国の珍しいビールが飲めるほか、ドイツやベルギーなど海外のバーをイメージしたカウンターもあります。世界中のビールを旅行気分で味わえるんですね。生ビール5種飲み比べセットにしました。お待たせしました、ミュージアムビールセットです。すごい。あ、全部違う国が書いてる。なんだ、イギリス、アメリカ、ベルギー、ドイツ、チェコ。あ、でももうマスク越しでも分かるビールの香ばしい香り。ということで日本酒に続き今度はビールをテイスティング。いただきます。これは、あ、あ、すごくいい香りがする。セントルイス、セントルイス、フランボワーズ。あ、フランボワーズの匂いなのか。甘酸っぱい、フレッシュな。あ、香りも全然ビールじゃないって言われたらビールじゃないと思うもん。まだビール初心者なのにいきなり海外ビールに行くとは。でも結構いい香り、ハマりそうです。おいしい。どれが好きですか？でもやっぱり飲みやすさで言うとやっぱ一番はこれかな。いちご、大きいいちご、これフルーティーかな。ビールの相方は肉汁あふれるサーロインステーキ。うまい。くぅ。あれ、ちょっとおじさんになってます？私ドッグフードみたいな。ドッグヤーケード、ドッグヤード、ドッグヤード。あ、ドッグフード美味しかったですね。一番お店を出るともうすぐ夕暮れ。チケット買いました。しゃ、ドキドキする。なんかアトラクションに行くみたいなドキドキ。すごい、69階だって。いざ地上273メートルの69階展望フロアスカイガーデンへ。エレベーターのスピードにちょっと驚き。おお、待って、早い早い早い。すごい。はい、到着いたしました。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。初めて来た。横浜ランドマークタワーの高層階。360度の大パノラマを堪能できます。すげえ、コスモワールドも見えるし。なんだろう、どういうこと。すごい、空中散歩マップ。うわ、何、走りたくなるけど、なんか私についてくる、めっちゃ。歩く場所にずっと出てくるんです、これ。スタンプラリーみたい。あ、横浜中華街ってここにあるんだ。あ、なんか出てきた。ん、なんか今面白そうなの出たのに。出ろ。日本吹奏楽、あ、発祥の地。え、吹奏楽も発祥なんですか。横浜から始まってること結構多いな。読書コーナーやお土産屋さんもあるんですね。これお土産屋さんに着いた。ほぼ一周。あー、好き、大好き、こういうの。部屋に飾ると綺麗ですよね。お待たせしました。ストローで混ぜながらお飲みください。ありがとうございます。
カフェで素敵なカクテルを注文しちゃいました。さーて、夕日を見ながら今回の旅を締めくくりますか。よいしょ。これ机かな。綺麗。あ、すごい、ライトアップされてるみたい。横浜って聞くと、なんだろうな、都会でそんなに横浜ですることってあるかなって思ってたんですけど、なんか至れり尽くせりな時間を過ごせて、都会でもこんなにたくさんいろいろ観光できて、たくさんおいしいものがあってってあるんだなって、すごい意外でした。それが今日濃かったですね。いや、ビールもすごい美味しかったし、ビールが飲める自分を発見できたことも嬉しかったし、あとはまあ世界で一つだけの T シャツ、しかもカンパチと私が乗ってるやつ、なんかあれ、私こんなに幸せでいいのかと思ったりっていう感じで充実してました。なんかもっと日々を充実できるように一日のスケジュールを考えて動きたいなって思いました。